SkyWave FM。 縄文太鼓イニシエプレゼンツ縄文ラジオ、FM をお聞きの皆さん、こんにちは。松本千早です。アシスタントの目黒武博です。この番組は令和に生きる縄文人のあなたも、縄文時代が大好きな現代人のあなたも、そして縄文って一体何というあなたでも、全ての方が楽しめるラジオです。縄文時代をテーマに、千葉市の加曽利貝塚をはじめ、縄文太鼓いにしえ、縄文グルメ、縄文人の最新情報や、その他全国の縄文の魅力、縄文からインスピレーションを受けた創作物など、縄文の魅力をたっぷりご紹介します。ゲストを迎えたトークコーナー、さらに土偶占いや縄文ドラマと盛りだくさんに、楽しくドキドキとお送りしていきます。ということで、それでは始めていきましょう。今週も一緒に縄文ラジオ。縄文ラジオ。日向奈穂子&加曽利チアーズで、加曽利貝塚の君は誰。こんにちは、松本千早です。アシスタントの目黒武博です。先日カソリーの旧大須賀家で、はい、ババちゃんとお昼ご飯食べてた時に、うん、教えてもらった話なんですが、はい、コンサートのお仕事でパルテノン玉に行ったそうなんです。はい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 。でその時にゲネプロ、まあ、練習、うん、リハーサルみたいな、はいはいはい、練習から本番までの空き時間が5時間あったそうで、すごい結構だよね。とんでもないです ね。 ね、ご飯食べてもこうまだまだ空き時間があるということで、うん、京王多摩センターの駅を降りてから、見つけた看板を頼りに東京都埋蔵文化財センターに行ってみたそうです。ほうほうほう。これ略してトマイブ。あ、そう略すんだ。トマイブン。トマイブン。トのね、トマイブンって言うんですけど、これちょっとトマイブンってこうパッと聞いた感じ
北海道とかにありそうな感じ。あ、そうですね、トマイ文そう、なんかコマコマコマイ的な、そうですね、なんかトマイ文、なんかトマイ文、東京都の、東京都のね、マイ像文化、はい、これちょっと面白いんですけど、はい、いわゆるあの多摩ニュータウン、うん、ポンポコのところ、あ、はいはいはい、うん、っていうのは丘陵地、あ、丘陵地言ってました、オラガモリがどうのこうのの時に丘陵地って言ってましたね、丘陵地、はい、うん、あのボコボコとしていて、うん、平坦な地形があまりないという地形なんですね、うん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 、はいはい、はい、縄文時代は早期前期には少し住居跡が見つかって、うん、で中期には南関東でも最大規模を誇る大きな住居跡が見つかり、さまざまな地方のものと思われる土器や黒曜石、翡翠とかも出土していたそう で、うん、で遠方の村と交流があったことが分かるほど遺物が出土したそうです。しかしその後後期後半になると、うん、一斉に姿を消してしまったそうです、うん、弥生時代の遺物もあんまり多くなくて、古墳時代になってようやく有力者のお墓などが見つかったそうです。へ、うん、なんかね、空いてる、そう、へ、そんなことがあるんですね。なんかその丘陵地だから、はい、人が一気に来て、はい、一気に来て住んでる時と、うん、住んでない時期と、いつかないというか、ずっと いつかないわけじゃない、そんな短くないですよね、そうそう、このスパンが、そうなの、何百年、その10年やそこらで移住するわけじゃないから、はいはいはい、何百年っていう単位なんだけど、うんうん、でもなんかたくさんの人がこう住んだり、また次の時代何百年と住まなかったりっていうのを繰り返している土地、はい、繰り返してるっていうのが不思議ですね。一回住まなくなったらね、はい、ずっと来なさそうな感じはしますけどね、だここあそこは住みづらいから、うん、なんかあんまり良くない土地だみたいな感じになったら住まないけど、ね、住まないですよね。最終的に時代的にこっちの方がいいかもってなったりするってことですかね。うーん、だからちょっとわからないで、いまいち理由がはっきり理解できず不思議でしたっていうふうにババちゃんが言ってました、ね、はい、でこれもね、もしかしたらその土地にこう実際住んでみて肌で感じてみないとわからない感覚なのかもしれないんですけれども、うん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 、この関東平野で山がないね、我々が住んでいる、うん、いわゆる千葉の東京湾側ベイエリアの我々住民からすると、うん、はい、全くなんか、まあそうですね、デコボコ感はまあね、多少はあっても、あ、ちょっと坂あるなぐらいのことは思いますけど、うん、そう、デコボコっていう感じではないですもんね、うんうん、なんかほらたまに渋谷行ったり、はいはい、横浜行ったりとかすると、はい、うわー坂だーって思わないそうですね、なんかこんなあんのみたいな、 あそこ行くのここ全部登りきるのかみたいな、ちょっとプチ登山ぐらいの気持ちになっちゃいますよね。そう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 、なっちゃう、うんうん、本当それぐらい我々の土地は、はい、平がいいですね、基本そんなに激しくボコボコしてない、うん、そうそう、海に向けてどんどん下がってってっていう感じで、うん、そこの後はもう、まあ、埋め立て地も多いですけど、うん、まあ、平らなイメージ、うん、あ、埋め立て地多いから、うん、余計平ら感はあるかもしれないですね、あるかもしれない、うん、平らなところがやっぱ多い、多いですね、うん、近いところは、うん、ね、カソリ海図とかもあの時代の違う2つの大きな村から成り立つ遺跡ではあるんですけれども、うんうん、はい、カソリ海図か以外にも周辺にもたくさん、うん、なんか遺跡がありますから、荒屋敷とか、ああ、そうかそうか、そう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 、そうね、だから、はいはい、なんかこちらの村医療の感覚としてはなんかね、この辺も結構長いこと住んでるから新しく家建てるとこないし、ああ、もうちょっと海の方行こっかみたいな感じだったりとか、うう、ね、うんうん、なんか海まで出るのにこの辺川も近いからよかったけど、うん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 、なんかちょっと最近獲物少なくなっちゃった気がするからもう少し山側移動してみるみたいな感じだったりとか、なんか今の村居づらいから若手だけで新しい村作っちゃおうぜみたいなとか、なんかそのぐらいの感覚でこう村ができてるっていうか、まあ、そうですね、まあ漁場だったり、うんうん、漁場だったりっていう、まあ、結局生きるための素材がね、そう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 、っていう、だからね、ちょっともう居づらいからすごい移動しなきゃみたいな、うんうんうん、なんかあんまりないっていうか、もう本当にこの何百年分も暮らした痕跡が残らないほどにはなんか残らない、うんうん、移動はしなさそうですけどね、うん、そう、多摩では中期に最大規模、だって最大規模だよ、うん、最大規模規模の村があったのに、うん、後期では全然いなくなっちゃう、めちゃくちゃ栄えたのに、そう、ボカってなってくるってことですよね。なんで
何があったんだっていう、不思議ですよね。不思議ですね。ババちゃんの話を聞いて私もなんか機会があったらぜひ一度行ってみたいなと思いました、うん、なんかどうやらあの有効唾付き時の湿度もあるみたいなので、はい、というわけで以上ババちゃんからの東京都埋蔵文化財センターのお出かけレポートでした。リスナーの皆様の素敵な縄文体験もぜひ縄文ラジオに教えてください。お便りは縄文ラジオオフィシャルサイトやツイッターでハッシュタグ縄文ラジオをつけてツイート、YouTube のコメント欄でお待ちしております。縄文文化ラジオ。連続ラジオドラマ縄文スイートハート第32話太鼓の夜。これはばあちゃんの芋焼きたて。どう？甘い。渋谷のお土産みたいに。もっと甘い。仲良く作業するジョーとヒーコから離れ、一人恋の行方に涙するアカネ。そこへジョーは炊きたてのお芋を持ってきてくれる。その優しさにアカネは思わずジョーの胸に顔をうずめてしまったのだった。ごめん。私は我に返って慌ててジョーから離れた。ちょっと気まずくてうつむきながらちらっとジョーを見る。首飾りの翡翠が川の光に反射してきらめく。私はふと縄文の少女ナズナさんのことを思い出した。ねえジョー、こないだのナズナさんの話。ナズナの？うん、ジョーが北の村に住んでいるナズナさんをソリイカに誘ったんだよね。それってつまりプロポーズだよね。プロポー、いいの。それからあのどうなったのか続き聞かせて。ジョーはうなずくと川を眺めながらゆっくりと縄文の思い出を語り出した。ナズナ、ソリイカにおいで。そしたら俺すごく嬉しい。私行きたい。俺は村に来ていたナズナのお父さんに頼んだ。体が弱いナズナを温かいソリイカに連れて行きたいと。俺がナズナを大切にすると。お父さんはいいと言ってくれた。寒くなる前、俺は船に乗ってナズナを迎えに行った。ナズナは太鼓を抱えて俺の船に乗った。ナズナ、もう少しだよ。うん、ジョー、海って綺麗ね。そしてこの川に入り、船はソリイカに着いた。ジョーニー、おかえり。ユウ、ただいま。ナズナ、おいで。こんにちは。ナズナ、ソリイカへようこそ。疲れたろ。さ、こっち来て座りなさい。お母さんはナズナのためにみんなに頼んで小さな家を作ってくれていた。ソリイカの人たちは
ナズナが来たのを喜んだ。ナズナはみんなとすぐ仲良くなった。ある夜、みんなで火を囲んでいたとき、音が聞こえてきた。ナズナが太鼓を叩いていた。ナズナ姉ちゃん、それ何？これはね、太鼓って言うの。へえ、楽しい！さあ、みんな、踊ろう！ナズナの叩く太鼓の音に、村中の人たちが踊り出した。楽しい夜だった。祭りの後、寝床で眠るナズナのそばで、俺は翡翠に穴を開けていた。ナズナに渡すために。ジョーは胸の翡翠に手を当てて、そっと瞳を閉じた。続く。縄文スイートハート第32話、太鼓の夜。作、丸山ひろ。出演、あかね、ナズナ、松本千早、ジョー、目黒武宏、ユウ、ジョーの母、遠藤陽子。連続ラジオドラマ縄文スイートハート、次回をお楽しみに。ねほりはほり、あなたを発掘。はい、ということで、ここからは現代に生きる縄文人なゲストさんに様々な質問をして、ねほりはほりどんどん発掘しちゃおうというコーナーです。ゲストの方をご紹介する前に、はい、目黒さん、浅間縄文ミュージアムに展示されている美しすぎる縄文人雪絵、ご存知ですか？これ全然知らなかったんですけど。あの、有名ですよ。有名ですか？はい、今写真を見せていただいてるんですけれども、はい、なんともリアルなんですよね。はい、まあ、この何ですか、お椀になんかスープかなんか入ってるんですかね、うん、こうなんかあったかい表情で、なんかこれ普通の方の写真を撮ったのかなっていうような。あ、実際の、はい、縄文人、美しい縄文人がいるんじゃないかなっていう感じですけど。ねえ、なんか私も一回ね、見に行きたいなと思ってたんですけれども、なかなかちょっと遠いので、はい、まあ、そうですよね、行く機会がなかなかないんですけれども、うん、今日はなんとその雪絵を制作された方がオンラインでゲストでご登場ということで、はい、はい、ということで今回のゲストはこの方です。はい、明治大学黒曜石研究センターの客員研究員をしてます、堤隆と申します。明治大学では黒曜石を中心に研究してます。世界に一つしかない研究センターです。おー、堤さん、本日お忙しいところ本当にありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まずこの早速なんですけど、この写真を見せていただいた、うん、雪絵について聞いちゃっていいですかね。はいはい、ということで、制作に携わったっていうことなんですけれども、はい、まあ、なん聞き方がちょっと分からず、この雪絵との関係性は特に深い関係ないですけどあのですね、はい、やっぱりあちこちの博物館を見ても、はい、結構残念すぎる縄文人が多いんですよ。残念すぎる。いかにもこう、なんていうんですか、ファッションセンターのマネキンに縄文の服を着せたようなものが多くて、はいはいはい、本当の縄文人の顔つきとか骨格とか、うん、髪型とか眉とかそういうのってなかなかないので、はい、もう生きてるみたいにこう超スーパーリアルな
縄文人を、まあ、作ってみたいと、もちろん科学的な交渉もしてですね、はい、そういうことで作ってみたいということで作ってみました。これゆきえさんの誕生はいつぐらいなんですか？ですね、2020年ですね。じゃあまあ3年、はい、私もっと昔からあるのかと思ってたけど、いや、あのちょっとね、その前の人形もまあまあリアルでいるんですけれど、先代がいるんですね、はい、先代、そうですね、あの血縁関係ないんですけど、ああそうなんですね新しくもこのあのホームページとか、あとかネットで見ると、あのバイトしてるっていう表現だったのでそうですかあのゆきえさんが働いてるとこ、縄文ミュージアムで働いてるっていう表現がね、ありましたけど、あ、これだ、この、まあ、ここのミュージアムにあるっていうことなんですけども、この、はい、もうこのミュージアムで作ったっていうことなんですか？作ったのはですね、はい、川崎の方で作りまして。あ、そうなんですね。日本一うまい模型師がいるんですよ。あ、まあ、だからリアルな模型はほぼ全部その人が作ってますね。あ、まあ、もう特にその方ご指名で、はい、作らせていただいて、髪の毛も一本一本植えてるんですよ。いえ、うん、で、まつげも眉毛も植えてます。全部植毛している。ねえ、私にも植えてくれって言ったんですけど、はい、まあ、ラジオだから見えないんですけど、ね、私の髪型もそうなんですね。まあ、あの特にスーパーリアルで、うん、その縄文人の顔つきって比較的濃い顔だとか、うん、まあ、二重まぶただとか、眉毛が太いとか、うん、なんか眉毛、顎ががっちりしてるとかね、うん、まあ、そういうような正確な人体も、馬場先生という人類学者にお願いして復元して、うん、まあ、作ってます。うーん、はい、もう本当にこの本当にこう写真見ると生きているというか、あ、呼吸をしているようなね、ツヤツヤなんですけど、はい、ゆきえさん。そうですね、まあ、うん、あのエステとかしてないんですけど、当たり前か、まあ、まあ結構よく見るとかなりリアルで、うん、そばかすとかもあるんですよ、うんうんうん、で足の裏ザラザラみたいな、ひび割れみたいなね、うん、そういうとこもかなりリアルに作ってるんですけどね、うん、なんか肌すごいなって思いました。そうなんです、スーパーリアルですよね。はい、ゆきえさんはおいくつでしょうか？はい、まあ、大体二十歳と言われてますね。二十歳で子供3人です。二十歳で子供3人、縄文だとそうなのかな、うんうん、もうその、まあ、今この体のパーツ的にこだわりたくさんありましたけれども、うんうん、まあ、はい、身につけてる衣装だとか装飾品とか、はいはい、っていうのもやっぱりこだわりがあってですよね。そうですね、あの装飾品はですね、私があの1993年に発掘したあの重要文化財になった縄文時代の耳飾りがあるんですけれど、はい、まあ、そのいわゆるピアスですね、はい、ピアッシングしてます、うんうんうん、あとはですね、かんざしはつけてないかな腕輪もやっぱり自分で発掘した土製の腕輪をつけてますね。実際に出土したものをゆきえさんはつけてらっしゃる。そうです、そうです、持ってる器も埼玉県の遺跡で発掘された漆塗りの器なんですよ、木製の。おー、はい、ゆきえさんの耳飾りちょっと赤いですよね。そうですね、ベンガラで塗ってある。塗ってありますね。このベンガラも出てきたまんまのものを、はい、そうですね、あのベンガラもあの本物はわずかに残ってるんですよ。5000年も経ってるんでほとんどないんですけど、もともとは真っ赤っかだろうっていうことで、まあ、復元してつけてますね。はい、じゃあもう本当にあそこから出てきた、だからその時代にあったものをまたさらにそこもスーパーリアルで復元してってことですね。そうですね、ただね、1点だけわからないものがあるんですよ、はい、服装です。服装は ね、まあ、みんな土偶のファッションから復元するんですけれど、はい、まあ、土偶の表現が本当に服装かどうかってすごく難しいの で、まあ、大体縄文人って暗銀って言って、はい、植物で編んだ繊維のものを着てるんですよね、はいはいはい、でどこでもそれ着てるんでちょっとつまんないんで、ゆきえには毛皮着せてあります。お、毛皮っていうか、なめし皮ですね。あ、白っぽいからあれかなって思ったけど、鹿の皮をですね、両国で買いまして、うん、あ、おー、はいはいはい、お
それを束なんだ、で腰のあたりにはなんか紐ですかね。そうですね、ちょっとまあ関東衣って言ってズボンと上をかぶるような服装なんですけれど、まあ紐で留めてますけど、それもちょっと根拠がなかなかわからないんですが、まあちょっとファッション的にいいのかなっていう感じで、はい。そうですね、色合いとか服装とかっていうのはどうしても出土品だけでは分かるところではないですもんね。そうですね、多分衣服の断片って日本で出てないと思うんですよ。編み物とか出てるんですけれど、そうですね、編み物、なんか小さいポシェットみたいなね、そうですね、ありますけど、ただ衣服そのものって言えるのは多分出土例、まあ、日本で9万箇所縄文の遺跡あるんですけれど、まあゼロですよね。だからまあ想像するしかないんですけどね。そうですね、でこの、じゃあ見えないところからの想像もあって、この色合い的なものもやっぱりイメージで、色は難しいんですけれど、やっぱり赤はよく好んでますのでね、はい、ベンガラでこの服装のステッチとかはベンガラで染めた革紐で、まあ、ステッチしてますね。はい、ゆけいさんは、はい、まあ、20歳ぐらいの女性ということなんですけど、はいはいはい、体型としてはどのくらいですか？身長は147だったかな。私と一緒ですよ、はい、あらららららゆきえ体型じゃないですか。やばい、ゆきえと同じ147センチ。いやいやいや、シンクロしてますね。体重は、体重、そうか、体重って考えたことなかったけど、何キロぐらいなんですかね。何キロですかね、ちょっとゆきえレディには聞けないんですけど、体重は秘密なんだ。秘密でね、まあでも意外とスリムな体型ですから。スリム、でも基本的にね、縄文ってあんまりぽっちゃりしてる人いないと思うんですよ。あ、そうなんだ。やっぱり、ね、食べるの大変ですからね。あ、そうか、骨なんか見ると結構飢餓状態の線が入ってるんですよね、結構。あ、なんか飢えた状態結構あったので、あんまりこうぽっちゃりした人はいないんじゃないかなと思いますね。そうなんだ。そしてこのポージング、この片膝ついてる、片膝ついて、はい、はい、どうぞ、はいはい、そうそう、全くその通りです、はい、やっぱりね、こう展示ってすごく大事なのは、はい、来る人に語りかけるような感じなんですよ。だから小学生目線で、縄文鍋をよそった器を、はいどうぞっていうふうに出してる感じにしました。でもう瞳もね、もう目玉も入れてるんですけど、超リアルで潤んでるので、あ、でキラ、ね、顔がキラキラしてる。ちょっとドキッとしますね。で、写真もこれいいんですよ。正面の写真は、はい、浜崎あゆみとか撮られてるカメラマンの方に撮っていただいたので、結構美人に写ってるんですよね。はい、まあ、あれこれルフしてる写真は皆さんそれぞれインスタに上げられてるので、まあリアルとか、まあいろいろに見えるんですけれど、まあ正面写真のいわゆるプロマイドはプロ写真家に撮ってもらったので、まあ本物以上に綺麗に撮れてるみたいな。本物以上に。はい、まあ、そうですね。ゆきえさんっていうこのお名前はどうしてゆきえ、ですね、縄文人ってどんな顔かっていうと、結構まあ濃い顔で、まあ、沖縄にいる方なんかの顔も近いって言われてまして、はいはいはい、でまあ監修していただいた馬場博士がですね、まあ、沖縄の女性なんかに典型を求めて、まあ、これ以上ちょっと言えないんですけど、沖縄の某女優さん、はい、ゆきえという名前のね。あ、お、ゆきえという名前の、なんかヤンクミみたいな。役名ならセーフ。いやいや、これ以上言えないんですけど、はいはい、ね、ジャージー着て、まあ、ね、似てるかなみたいな感じで、お、まあ、ニックネームは私がつけたんですよ。でもなんかね、この今回お聞きするにあたり、このゆきえさんがゆきえがってやっぱ言いやすいですよね。そうですね、やっぱりそういうふうにね、みんなゆきえゆきえ言ってくれてね、うん、親しみやすいじゃないですか。そうですね、愛着がどんどん湧いてくる感じ、うん、はい、ゆきえさんは、はい、まあ、3人子供がいらっしゃるっていうことなんですけども、うんうん、はいはい、今この
博物館にいるのはお一人なんですか？あ、子供ですか？はい、子供とかなんか旦那さんとか、旦那さんは一人？旦那さん一緒に作る予定だったんですが、はい、予算が足りずに、あ、家だけになったんですよ。あ、じゃあむしろ雪はかなりかかっているということですね。雪は、ね、やっぱりベンツ1台ぐらい買えますよ。おお、まあ、ベンツもいろいろありますけどね、中古から新車からクラスがいろいろあるんだけど、まあ、それはご想像にお任せしますが、まあ、スーパーリアルですから、そうです、ね、これやっぱり髪の毛も本物植えてるんですよ。人毛、人毛が、あ、人毛は高いって言うよ ね、 高いですね。よくカツラの宣伝見ても1本3000とかね、まるまる造法は言いますから、う、ね、だから結構、まあ、いいお値段はしますね。そうです、しっかりありますもんね。はい、はあ、いやもう本当に余計なこと言ってますね。好きないんですけれども、はい、この、まあ、ゆきえさんはこの浅間縄文ミュージアムに、あ、はい、いらっしゃるということなんですけど、はい、なんか他にもあってたりするんですか、人体模型的なもの。あの、もともとはね、あの、千葉県佐倉市の国立歴史民族博物館、はい、まあ、歴博の入り口のに旧石器時代の人がもう10人ぐらいいるんですけど、ずらりと10人も10人いる、はい、まあ、老人形の館とか言われてます、まあ、老じゃないんですよね、はいはいはい、まあ、あの、それを一緒に、あの、国立歴史民族博物館の先生と馬場先生っていう人類学者と作ったのが始まりなんですよ。じゃあ、はい、だからそこに行けば雪絵と同じような、うん、もう超スーパーリアルな、はい、雪絵の始まり的な、そうですね、もうちょっと前は国立科学博物館にも結構いるんですけど、それが最初ですね。あ、ではじゃあ、まあ、はい、あの、こ、長野に浅間に行くにはちょっと遠いよっていう方は、あ、まあ、僕ら的には歴博でも、歴博でも、そうですね、歴博の女性も堤さんが作った、いや私が作ったわけじゃないんですけどまあお手伝いしてね、はい、はいはい、で、まあ、リアルめな、そうですね、某女優に似てる女性もいますね。おっと、そういう見方もちょっと面白そうですねなんかね、あれ、これ、あのタレントに似てるよねみたいな、まあそうですね、結構似てるのがありますね、はい、あの、八重の桜とかやってた女性ですよね。見てみたい、さらに見たくなりましたね。川なめししてますよ、歴博で。あ、そうなんですか。川なめししてるんだ。川なめしてます、すごい、このいろいろな人形にもドラマがあるということで、はい、ちょっと話が尽きないんですけど、ここで、あの、リクエスト曲があるということで、はいはいはい、はい、ちょっと伺いたいなと思うんですけれども、はい、考古学者がやっぱり最も手に入れたいものっていうのは、はい、タイムマシンなんですけれど、まあ、サディスティックミカバンドの、はい、まあ、タイムマシンにお願い、まあ、これをリクエストしたいと思います、はい、先般高橋幸宏さんもね、ちょっとお亡くなりになったんですけれど、うん、高橋さんも晩年は、あの、長野県に住んでまして、まあ、高中正義さんとかギタリストもね、うんうんうん、やっぱり縄文のふるさとの長野にもいましたので、まあ、あの、高橋さん追悼しつつおかけいただければと思います、はい、では曲紹介をお願いしていいですか、はい、はい、それではサディスティックミカバンドでタイムマシンにお願い、どうぞ。縄文ラジオ、縄文パワーで孤独と戦え、シャラの土偶占い。日本全国さまざまな場所から魅力的な土偶が出土されています。あなたの守護土偶はどれだ、土偶ナンバーでわかるあなたの潜在能力。生まれた年月日の数を足していき、一桁にして最後に出た数字が土偶ナンバーです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 とマスターナンバー 11,22,33 の12種類のソウルナンバーを12種類の土偶たちとマッチングさせました。さあ、ゲストの堤さんは一体何土偶なのでしょうかということで、はい、まずは堤さんのお誕生日をお知らせください。はい、1962年の1月18日ということで、はい、はい、はい、では計算していきたいと思います。お願いします。出ました、土偶数
1位ということで、これは中空土偶、はいはい、あの北海道の出てきた、あ、国宝じゃないですか、はい、やつですね、それですね、中空土偶、はい、まあ大体みんな中身は空っぽなんだけど、まあまあ確かに空っぽなんだけど土偶がです土偶が、はい、土偶がね、はい、土偶が、はい、混沌を切り開く革新的土偶戦士ということで、おキーワード王冠、はい、物事の始まり、統率、男性性、意思、創造、特に目立つ、トップ、トップ全体の雰囲気を決めるもの、統率者ということで、はい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 、今は明治大学の黒曜石研究センター客員研究員ということなんですけれども、うん、こちらにはどれくらい前からお勤めですか？はい、10年ぐらいですかね。あ、もう10、あ、はい、じゃああれですか、その浅間縄文ミュージアムにのお仕事行きつつ、あ、行きつつ、はい、いろいろやってらっしゃるという、そうですね、はい、素晴らしいですね。あ、そうなんだ。なんかあなたは派手なメイクで狩りや農耕上手、創作料理も得意な縄文人でしたということですが、 お料理なんかはされたりしますか？うん、最近しますね。おお、はい、どのような得意料理なんかありますか？まあレンジでチンみたいな立派な料理です、はいはい、立派な料理ですよね、はい、簡単ですぐにできる、あの周りの悩みを聞いたり、良き指導者ということですが、はい、先生って、ね、ですね、呼ばれることも多いじゃないですか。そうですよ。そうですね、ね、はい、ずっと黒曜石 の研究もしていらっしゃるっていうことなんですけれども、はいはいはい、今も、ね、黒曜石 その長野の研究所、うん、明治大学の研究所にいらっしゃるということで、で、はいはい、今ねちょっとオンラインで、あ、そうそう、今日はオンラインで、はい、そうですね、繋いでるんですけれども、はいはい、その黒曜石で、あの、調べるってどうやって調べるんですか？どうやって調べたら産地が分かるんですか？何をどう調べれば、うん、今はね、これまああのラジオなんであれなんですけど、後ろに機械があって、はい、こう X 線を黒曜石に当てると、はい、まあ、元素がこう跳ね返ってきて、ほう、元素がね違うんですよ。例えばあの海の神津島にある黒曜石はこういう元素だけど、長野はこういう元素で、北海道はこういう元素とか、元素の違いを調べると、まあ、どこで取れたかっていうのが分かるんですよね。あの元素記号のっていうぐらいしか分からないんですけど、はいはい、元素が見えるっていうことですか？見えるっていうかね、その機械で検知するんですよね、はい、X 線を当てて、ほう、あ、で機械でこれが こう入ってるみたいな、そうですね、うん、鉄の元素が多いとか、マグネシウムがどうだとか、あで、あの場所ごとに全然入ってるものが違うんですよ。あ、構造が、同じ黒曜石でも、はいはい、成分というか、そうですね、あ、それで、あ、この今までの出土されたものとかと組み合わせて、ここのものだろうっていう風になってくるってことですか？そうですね、はい、だから千葉県のも結構調べてて、はい、千葉にね、かなり長野の黒曜石行ってるんですよ。あ、 ものすごい交流ですよ。へえ、はい、そうなんだ。なんかこの間もね、うん、ごめんなさい、千葉に行ったら長野の黒曜石いっぱいありましたよ。へえ、縄文時代の、長野のこの山から取れたみたいな感じですか？そうですね、諏訪湖っていう湖がありまして、はいはい、そのちょっと山の、端っこの方に黒曜石が取れるところがあって、うん、それが千葉に降りてくんですよ、ずっと100キロ、まあ、200キロ近い距離をね。うーん、はい、千葉って石梨県なんですよ。はい、そうなんです、石梨ですよね、うん、だからね、あの長野の黒曜石いっぱい持ってって、でこの間千葉に行ったらね、長野にないものがいっぱいあるんですよ。なんだと思います？千葉にあって長野にない。長野にない。貝？貝？そうですそうです。貝？山ほども貝塚だらけじゃないですか、千葉って。そうなんですよ。なんか我々はもうもはや貝塚が普通すぎて、うん、そう、ね、そう、分かってないんですけど、あんまり、うん、貝塚。そうですよね。はい。だから、ね、多分ね、こう長野から黒曜石をブランドで持ってくけど、はい、千葉から例えば星貝が来るとか、そういう物々交換で物が流れてったんじゃないかなっていう思いますね。各々、うん、のその村で、うん、その特産物じゃないですけど交流をして、うん、いろいろと回っていたと。そうですね、実際あの
あの海辺の貝も長野県でも出てますから、多分それ相互交流があったんじゃないですかね。あの堤さんがこの調べてきたこの黒曜石の中で、はいはい、ここで こんな黒曜石、うん、ここのみたいなすごい驚いたのって一番何ですか？あの長野県の標高1500メートルの八ヶ岳のふもとで、はい、あの神津島の黒曜石見つかったんですよ。島、神津島ってね、伊豆七島なんですけれど、はいはいはい、あのそれがね、まあ、海を越えてやってきてて、うんうんうん、かなりの量見つかってるんですよ。かなりの量、かなりの量、へそれがね未だにミステリーですね。え、量っていうのはたくさんたくさん、あのいっぱい見つかってるんですよ。何キロぐらいですか？ちょっとキロは分かんないんですけど、なんかあんまり一度に運べる量じゃないってことですよね、うん、そうですね、3分の1ぐらい神津島だったっていう結果が出て、どういう船で、まあ、海を渡っていたかとか、うんうん、そういうこともあんまりはっきり分かってないんで、うんうんうん、まあ、すごくあの不思議ですよね。すごいですね。もう 海を渡ってですもんね、うん、なんか千葉とかだったらこの陸路でつながってるからあれですけど、そう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 、まだね、なんか歩いていけば、歩いていけばどうにか頑張ればつける気がしますけど、うん、そうですね。で、まあ、ね、航海って別に今昔はフェリーがあったわけじゃないので、うん、大変じゃないですか。丸木船で往復しますからね。そうですよね。行って帰ってくるわけだから、うん、ものすごい、で黒潮流れてて、ものすごい冒険なんですよ。それを犯しても海の黒曜石を陸に上げて、うん、しかも長野の超山奥まで持ってくるっていうのがね、ちょっと驚きなんですよね。じゃあ何がそこで、起きて交流があってそうなっていったのかのっていうのはもうロマンですね。もうそうですね。で、縄文より少し前はね、うんうん、逆に長野 あの旧石器時代なんですよ。旧石器の人が、はい、まあ、千葉に移住してたんだと思いますね。はい、どうしてそんな風に分かったんですか？今ここ標高 1500m で雪だらけなんですよ。今朝もマイナス何度なんですけれど、はい、冬は寒くていられないので、やっぱこう菜の花が咲いてるようなね、こうイメージのある千葉のあったかい方に移って暮らして、はいはい、で夏になると黒曜石とか取りに長野に来てたっていう、そういう移動生活、まあ、それは2万年前とかね、3万年前のかなり前なんですけれど、だから今よりずっともう長野千葉の交流があったんじゃないですかね。あ、でもなんか石梨県からしてみると確かにいい、それはいいよね。必要だから移動するっていうのは、そうですよね。いいかなってますね。私なんかも千葉に住みたいですよ。もういつでもぜひぜひ、ぜひぜひ。いや、もう房総はすっかり春が来ておりますよ。ですよね。だから、はい、みかんのなる国に住みたいんですよ。うちのはリンゴしかならないから。まあそれもだからリンゴとみかん交換で交流ですね。まあ、そういうやっぱりあの生活に必要なものはね、うん、そういうふうに交流で。やっぱり手に入れたと思うんですかね。お話はちょっと尽きないんですけれども、はい、そろそろお時間となってしまいました。はい、ありがとうございました。今回のゲストは明治大学黒曜石研究センター客員研究員の堤隆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。縄文ラジオ、お知らせコーナーです。縄文グルメからのお知らせ。縄文グルメ推進委員会は2022年6月より本格的に活動をスタートさせました。グルメな千葉の縄文人が食べていたと思われるイボキサゴという巻貝から出汁を作り、それを現代の料理人たちがアレンジ、パスタやラーメン、もんじゃ焼きまで様々な縄文グルメで楽しめます。千葉市内を中心に現在21店舗。あなたのお店も縄文グルメを取り入れて、みんなで千葉を縄文の街にしよう。加盟店舗募集中です。続いて縄文人からのお知らせ。縄文プラスマガジン、縄文人は縄文時代をテーマにした今までになかったフリーペーパーです。
日本人なら誰もが知っていて、それでいて誰もよく知らないという特異な時代。文字もお金もなく、確かなことが何も言えない時代、縄文時代。でもよくよく縄文時代を観察してみると、すごく遠く離れた時代のように見えても、実は私たちと考えることってそんなに変わらないのかもしれません。設置場所はオフィシャルサイトをご覧ください。お楽しみに。縄文ラジオ、あっという間にエンディングの時間となってしまいました。番組では身近なお便りや各コーナーへのメールなど、皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスは info@縄文.fm です。また番組内で流してほしい縄文ミュージックや宣伝してほしい縄文グッズなども大募集中です。詳しくは縄文ラジオオフィシャルサイトをご覧ください。さらに縄文太鼓イニシエツイッターでは収録写真なども見られます。番組の感想などはハッシュタグ縄文ラジオをつけてつぶやいてみてください。縄文はローマ字で JOMON、 ラジオはカタカナです。放送終了後1週間程度で YouTube のスカイウェーブチャンネルに番組のアーカイブがアップされますので、リアルタイムで聞けない方もそちらをお楽しみください。はい、というわけで今回は黒曜石研究センターの客員研究員堤さんをゲストにお迎えしましたが、終わってからね、写真撮った後、写真撮った時に黒曜石持ちますかって、はい、お持ちいただいて拳2個分ぐらいのでしたね、黒曜石。でも本当にイメージのサイズの10倍ぐらいあったんでうわでけえってなっちゃったんですけどいやびっくりした、すごかったですね。あんな雑鉱物みたいなね、はい、すごいなんか宝石になりそうな感じの、はい、ぜひその黒曜石の話についてもね、全然聞き足りないよ、お聞きしたいですし、ね、まあ幸恵さんですか、うんうん、まだ実際お会いしてないのでね、え、ゆきえも実際見に行きたい、はい、ぜひね、まあ、じゃあただどこでしたっけ、浅間、あれだよ、なんかカソリの新博物館でもさ、なんかね、あるかな、スーパーリアル一人ぐらいちょっとリアルな縄文人作ってほしいですよね。じゃあゆきえさん の、 旦那さんを遠距離で、うんね、遠距離でっていうのはあるかもしれないですね。ねはい、ぜひお目にかかりたいと思います、はい、はい、それでは縄文ラジオでまた来週もお会いしましょう。お相手は松本千早と目黒武博でした。バイバイ。